こんにちは、美容師のマツケンです。さあ、本日もやっていきましょう。本日の美容はこちらになります。ミディアムヘアの、モデルさんになります。はい。アフターはこんな感じのミニボブにしていきます。しっかり綺麗にまとまっているちっちゃいボブですね。ミニボブやっていきましょう。はい、並べるとこんな感じになります。ビフォーはちょっとうねり癖があるんですけれども、頭の形はいいのでそこをしっかり活かして綺麗なボブにしていきたいと思います。それではやっていこう。はい、まずはブロッキングでイヤーとイヤーで分けていきます。はい、でセンターで分けて、このヘムラインをね、耳の裏からのヘムラインをこういう風に V の字的な感じで取って、まあ、大体1センチぐらいの厚さで取って、ここのヘムラインを見ながらアウトラインを決めていきます。この耳裏まで取ることによって、この耳裏の浮く癖だったりとか、毛が落ちる位置とかがわかりやすいので、こういうふうにノーテンションで、後ろの一番下のラインを決めていきます。はい。結構ここに生え癖があって、切った後に、毛が動いてラインが崩れるっていうことがよくありますので、そこを注意するためにこう薄い幅で、皮膚が透けてるぐらいですね、肌が透けて見えるぐらいの幅でアウトラインを決めました。はい、そこに合わせて徐々に徐々に長さを決めていきます。基本のベースはワンレングス、全て長さが同じになるようなボブを切ってから丸みをつけていくという形になります。はい、サイドも薄く肌が透ける程度の、はい、幅で厚さで取っていきます。はい、耳のところで毛が上がるので、ここもしっかり、引っ張って下に切るんではなくて、ノーテンション気味で、溶かしてアウトラインを決めていきます。はい、反対側、耳のところが浮きやすいので、力を下に入れすぎないようにフォーミングをして切っていきます。はい、そして最後、上の部分を全部下ろして、はい、これでワンレングスがひとまず完成という形になってきます。はい、この次の耳の裏のところは浮きやすいのでしっかり気をつけて、ちょっと後ろに引いて浮かして切っておりますね。はい、で大枠ができたので、今度はトップからこの角を取っていきます。表面の丸みを上から作っていく感じ、上から切り下ろしていって角をちょっとずつちょっとずつ落として丸みをこういうふうに作っていきます。先ほどをガイドにして上から作っていきます。はい、こう丸くコーミングして、丸くこういう風に入るよっていう感じで意識しながら切っていきます。で、耳裏ぐらいからちょっと後ろに引き気味でね、下に毛が生えてないところはちょっと後ろに引いて、はい、丸く作っていきます。ちょっと斜めスライスにして、少し後ろに引いて、ちょっとグラデーションが前に向かって消えていく感じですね。頭が出てるところをしっかり引っ張りますね。角が残らないように丸く丸く、はい、作っていきます。はい、一つずつ確認しながら丸いイメージをしっかり持ってコーミングして切っていきます。はい、もみあげのところもね、後ろに引いて短くなりすぎないように。はい、ラストですね。はい、後ろに引いて、はい、これで段がちょっと入って丸くなりました。はい、逆サイドいきます。上から切り下ろしながら丸く丸く切っていきます。ち
ちょっとずつ角度も変えて、ちょっとずつ、角を落としながら下に向かって切っていきます。結構ボブっていうとグラデーションをイメージするんですけども、基本的にはこうレイヤーを入れることによってワンレングスに少し丸みのついたボブ、まあ、ちっちゃい、ミニボブと言われる形はこういうふうにトップのレイヤーを入れていくということが大事になってきますね。はい、耳裏ちょっと引いて、このわずかなもうほんと1センチも満たないところの丸みをちょっとずつ作ることによってまとまり感が格段に上がります。こういうところをおろそかにすると、まああんまり自分でやった時もまとまりづらかったりとか、アイロンで丸めないと丸くならなかったりとか、長持ちしない髪型になってしまいますね。はい、こんな感じでね、丸く入っていきました。で、そして前髪切ります。前髪は、まあ、目に入らないぐらいな感じだけど、ちょっと流せるぐらいの長さにしていきます。なのでだいたい今こうちょうど目ぐらいにして、後からダウンを入れて流せるようにしていくっていう感じですね。はい、長さを切りました。で、持ち上げてダウンを入れていきます。はい、持ち上げてダウンをしっかりこう入れていきます。で、ちょっと流れるように持っていきますね。はい、そしてこのちょっと下を向いてもらいまして、三つ襟のところに出てくる毛、ここをあらかじめ切っておきます。して下を向いてもらうことによって、こうね、いろんな角度から見ても綺麗に見えるように、で斜めでクロスチェックをして角をもう一度落として、より丸さを安定させるためにいろんな方向に溶かして出てくるところがないか確認しております。で、そして乾かす前にコアミのリペアティブトリートメントのオイルをつけていきます。すごいこれはツヤが出るオイルで手触りも良くなりますね。はい、そして乾かし始めるんですけども、この左側がね、結構生え癖があるので、こういう風に顔に向かってこういう風にクシュも使って起こして乾かしてあげると、こういう風に丸くなりやすいので、人によってはやっぱりこう跳ねやすい位置ありますので、しっかり生え方を見て乾かすといいかなと思います。はい、そして吸いっていきます。この隙はまあセニングを使って全体的にしていくんですけども、こう毛先に毛が集まりすぎている場所と、あとは潰れる場所、そこを見極めて、セニングを入れていきます。今回の方は、根元に、細かいチョップカットなりポインティングを入れても浮かないサラサラしたちょっと細い、髪の毛ですので、どっちかっていうとこう毛先のこう溜まってるところに隙間を入れてあげてふわっとさせる、そういう隙方の方が、適していると思います。ここも本当に集まってるところで、溶かした時にさらっとコームが入るようにするところまで無駄には入れないって感じですね。はい、この入れる角度もグラデーションでハサミを入れてたり、こっちは跳ねやすい方向をあえて矯正するような感じでコーミング、まあ、コンケープを入れてコーミングして、この内側のところを削って下ろしてあげるとまっすぐ落ちるというような、結構難しいんですけども、毛の根元の毛根の生える方向だったりとか、毛の落ちる位置を見極めて隙間を入れてあげて、髪の毛がこう正しい位置に落ちるような隙方をしていきます。これはもう経験するしかないので、しっかり考えながらやっていくっていうことが大事ですね。こっちも跳ねるので、ちょっとひねってるんですけども、これも毛がまとまる方向にひねって持ち上げたりして、入れるところも内側だけ削ったりとか、はい、この髪を留める方向も気にしてますね。ぐっとこう前に向かって後ろに C カーブになるように生えているので、どういう風につけばここがまとまって、
たまらないのか跳ねないのかっていうのを考えてますね。持ち上げて内側をこう削ってますね。あえて持ち上げて潰れるんで持ち上げるんですけど、内側をこう削って表面をふんわりさせるように、ここもですね、内側削って、はい、グッと持ち上げて、重いところそうですね、削ってふわっとまとまるようにしていきます。で、襟足なんかもこう三つ襟のところが毛が溜まったりするので、その溜まってるところを中心に落としていって、コンディションをね、耳裏のスカスカなところと一緒にしていきます。耳裏毛が生えていないので、三つ襟とのバランスが、急に変わっちゃうんですよね。そこをしっかり見極めてついていきます。潰れるところは持ち上げたり、溜まりすぎているところをすくと、はい、毛が落ちるところを確認して、どれぐらいすいたらいいのか、どれぐらい持ち上げた方がいいのかもしっかり見ながらやっていきます。ブラントカットも大事ですけれども、こういうボブみたいなこう嘘がつけない、しっかり形が見えるところは、そういう毛流れのコントロールがすごい大事ですね。はい、こう持ち上げ方も工夫して、表面に入らないように、表面は入れないように、はい、触って確認して、まだ重たい、ここですね、まだ重たい、ここの真ん中のところ、そこを内側から削って、はい、イングラのような形でスイニングを入れました。で、前髪を細かくチェックしていきます。ここも溜まるところだったり、流れる方向を見て斜めにした時の落ちる位置を考えています。はい、スタイリングでモイバームを使っていきます。定番ですね。はい、艶を出しながら、はい、まあこれはさっきの好きでしっかりふんわりするようになってるんで、バームだけでいいかなと思います。今日は、アイロンも、コテも使っておりませんので、乾かしただけです。はい、顔周りつけて、はい、ふんわり、全体的にツヤ感を出しながらつけていきます。この襟足のところもね。はい、まあ、まんべんなくつけていく感じで、バームをつけました。はい、そして、コームでちょっと整えます。髪もコーミングして、これでシルエットを調整して完成という感じになりますね。はい、ツヤ感もねしっかり出ました。はい、フィニッシュ。はい、いかがでしょうか。かなりねまとまりも出て、ツヤも出て、で自然にふんわりするので、スタイリングもしやすいのかなと思います。はい、並べるとこんな感じ。まあ、頭のちっちゃさだったりとか、首の長さがね、強調されて、すごいシンプルにコンパクトにまとまってるんですけど、可愛いし、ツヤも出ると。きっと、ご自身でやられても、まとめやすいと思いますし、肩に当たるまではね、このまま伸びるので、すごい長持ちもするヘアスタイルになったと思います。はい、こんな感じで、カットのビフォーアフター動画、リアルサロンワークを見せて、いつもやっておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。